に申し上げます。こちらはカプセルとなっております。お酒ですので、受け入れの方はお入れくださいますようお願い申し上げます。それでは、改めまして、皆様、こんにちは。本日は東京インディオランド2018東京ガーデンクラス優勝会場にお越しくださいまして誠にありがとうございます。東京インディオランド2018は一般社団法人花園文化協会が主催するインディオランドの祭典です。本日から5月23日水曜日までの2ヶ月間東京都をはじめ神奈川県、千葉県、埼玉県にあります様々な施設で30会場以上で開催されるものです。その最初を語る東京ガーデンクラス会場では約7万人の参入者を使用し、事前にお申し込みいただきました参加者の皆様総勢200名の方々の受け入れを受けて先ほど誕生いたしました。インディオランドとはイタリア語で花の絨毯を意味しており、400年以上の歴史を持つ花のアートです。こちらの東京ガーデンクラス会場会場では5万人のランダー、もし雨のため生活ができていないものがありますが、インディオランダーを3月25日日曜日17時まで、明日以降もまた生活を行いまして3月25日と日曜日17時まで、そしてホテルのザ・プリンスギャラリー東京会場の2階エントランスと36階ロビーにも3月24日まで展示をしてございます。会場に散りばめられた色とりどりの印象があった、ぜひとも皆様この機会にお楽しみください。さてお待たせいたしております。こちらのステージではこのようにイタリアの経営アーティストラファエル・ガラのジャズライブを開催いたします。ただいまお知らせしておりますザ・プリンスギャラリー東京会場スカイギャラリーランジでリーダーのバーテンダー阿部明さんのオリジナルカクテル平日午後5時をあちらのライブもお楽しみいただければと思います。それではご登場いただく前に、ここでラファエル・ガラッティさんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。ラファエル・ガラッティさんは1981年イタリアで生まれました。2009年イタリアの名門レーベルシュゲアミュージックと契約、その発展したピアノ演奏と歌唱力で瞬く間にヨーロッパ中に知名度を広げ、イタリアを飛び出し、ルーブル美術館やパリのサンセットサンサイドクラブなどでもライブを行いました。さらに2011年にはイタリアの歴史ある音楽祭サンドの音楽祭に招かれ新人賞を受賞。2013年には世界ツアーもスタートさせました。さらに2016年にはディズニーからオフィシャルアルバムジャズラルビーにて世界的なジャズミュージシャンたちとも参加、ヨーロッパはアメリカでの知名度と人気をさらに確立されるようにしました。ラファエル・ガラッティさんは現在ジャズシンガーとしてだけではなく、作曲家、アレンジャー、そしてプロデューサーとしてヨーロッパを中心に絶大な人気を誇るアーティストであり、今でもジャズとポップスを融合させた唯一無二な音楽の両輪と情報を仕掛けています。さあ、それではお待たせいたしました。皆様大きな拍手でお迎えください。ラファエル・ガラッティさんです。どうぞ。
The next one is a song I wrote when I was this man. It's called Welcome to My Hell. Thank you.
thinking about the first. This record I'm recording in the history of jazz. And the first record was recorded, the first jazz record was recorded in America by a Sicilian guy called Nicola. So I decided to write a song, dedicating the song to immigration in the early last century. And the song is called Romero, which is a beautiful beach. You can find it there. I'm not
So the next one is an important showroom for my development in Italy. In its Italian version, it's called Estate Giovanni. That means young women summer. And in the French Italian version, which I prefer, it's called Prince of Europe. Thank you.
Thank you.
Thank you.
movie. So it's a song of mine. Maybe you. So at a certain moment of the song, I will ask you for your help. One of us. Thank you.
Thank you. We'd like to tell you that today is the day of the release of my album, so my album is out in Japan today. You can find it's Best Of, the name of the album, and Rafael Guarante, of course, Best Of. And it's out with Van Vliet, which I thank tonight, but especially thanks goes also to Same Properties and Dr. Inca. Thank you very much.
doors on the left side will open.